土下座土下座を。黒田課長と風森さんは床に膝をつき、深々と頭を下げた土下座スタイルだ。情けない。隣にいるミスズはあっけに取られている。頭を開けてください。他の部署の方が見たら完全に誤解されますから。私も徳良家じゃないんだけどね。すまない、変なものを見せてしまってすまない。補助男一匹、風森隼人、一生のお願いだ。もう一度深々と頭を下げた。額はすでに地面にぴったりついている。だからやめてください。上げて、頭を上げてください。こんな上司やだ。じゃあ OK。 誰もやるなんて言ってません。やりなさい、これは命令なんです。命令って正気ですか。なんで私が NKP に潜入しなきゃいけないんですか。やっぱりそうなのだ。風森さんがひらめいた作戦はどうしようもない。私が NKP に従業員として潜入するというものなのだ。潜入する理由、それは簡単だ。俺たちじゃ無理だからだ。若い君ならまだ可能性がありますしね。まだ、どういう意味ですか。ということは、行けば確実に採用される。私は尊女そこらの、ん違う私は尊女そこらの娘より可愛いですよと自信でもあるのかい。課長のセリフだった。カッチーン。私は腹の底から黒い炎が燃えたぎる。あそこまで言われて平然としていられない。沸点低い。決めた、ここは毅然と言い返してやる。二人の横島な下心を粉砕して見せてやるんだから。ああもう、エリクスばっかりこねても納得がいきません。これは完全に職権乱用ですよ。上司に向かって、なんだその口は。ライアーズアート。マジか、ミスったら俺どうなんの。バッドエンド。ここでですか。まだ何も始まってないが。どの口が言う。何をされるか。さようなら。じゃあバイチャ。もういいです、所長に掛け合います。もう二度と会わないと思いますか。さようなら。あーん、そういうのはなしだろう、このいけず。あーん。風森さんは途端に態度を変えてくねくねと私にすり寄ってきた。普段は強気で傲慢な彼が見せるその仕草のギャップに目が丸くなるばかりだ。とにかく NKP を探るために別の策を考えましょう。それでいいですね。反対だから。自分の下心、事件捜査という使命のお題目で隠しきれてるという勘違いも甚だしい。主人が飼い犬を押し付けるようにここはガツンとやらなきゃダメだ。行け、右に。よし、ナイス。キャラどうなった、もうこの二人。ほんと信じらんない。やだ、絶対にやだ。嫌だったら嫌なんです。ドキ。その嫌がり方にときめいて思わず口で擬音を言っちまったよ。お前絶対才能あるって。ドキ。バカ、アホ、死ね。ノータイム。死ね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 。何を考えてるんですかこの変態。ああ、なぜか心がじんわりきた。俺意外と罵られることが好きみたい。もしかして M、 風森さんは M なの。まじまじと表情を観察すると頬を好調させ甲骨の笑みを浮かべている。その背後で黒田課長も気持ちよさそうだ。罵られたいのならここでいくらでもやってあげます。だから正体不明の店に潜入なんてまっぴらごめんです。罵ってくれるのはありがたいが、あの店の情報を得るという大事な職務をお前は市場のために拒否してるってことなんだぞ。私は別に構わないかな。まあ構わないかな、もちろんここで罵ってくれればだがね。いいんだそれで。課長、前言撤回。徳良家オフィスでも罵倒するのは嫌だ。彼らの劣情のためにどうして私が何度も罵倒をしてやらなければならないの。あ、なんでっていうかですね、完全に超えちゃいけない一線超えてます。完全にセクハラじゃないですか。バカ野郎、これあれきとした潜入捜査じゃねえか。うるせえ、腹の下。私が潜入してもヘリクツ。腹の下が伸びてますよ。わからん、どれか。もうどれも選びたくない。その鼻の下を伸ばした顔じゃ説得力がまるでないんです。あーん、俺は元からこういう顔だっつーの。はあ、まるでロバですよ。ロバ森隼人って解明したらどうですか。くロバ森って無理やりだね。そういう課長も黒羽国男なんてなんですからね。おっさんの方が語呂がいいじゃねえか。で、何を遊んでるの私は。話がずれてるじゃないの。嘘、マジか。ああ、よかった、マイナスかと思った。黒羽国男、何度でも言います、嫌です。そうだ、経理課から借り払いしていた10万円の真相も洗いざらいぶちまけますから。ちょっとそれはどうしたら勝てるんだこれ。
撤回してスタンドプレイ。それでも潜入させる。あー違うかもしれん。スタンドプレイかな。あのもう勇気使いたくない。さっきマイナスだったし。それでも私はあの店に潜入させるんですか。ググ。じゃあお前は田村幸太郎の足取りを追いたくないのかよ。グググ。正論を言われると正論も正論だよ。俺たちの目的はただ一つ、被害者の足取りをつかむんだろうが。さすがの私も真っ当な正論を突かれると、グーの音も出ない。おい負けんな。風向きが変わったのを感じた風森さんはドヤ顔で私を見つめてきた。俺は何か間違ってるか。それでも嫌か。だがお前の個人的な感情で拒否とか言うなよ。それは懲罰ものだからな。グク、私はあんな店に潜入とか嫌だ。あそこに入ったら低層の危機なのだ。いくら捜査のためとはいえ身の危険を犯したくない。ひどいです風森さん。私を危ない目に遭わせるんですね。こうなったら殿下の宝刀の明け落とした。これに動揺しない男はいない。もしそうなら鬼、そう鬼に決まっている。あのな宝条、俺たちは泣いてどうにかなるもんじゃねえ。職務のためなら喜んで危険に飛び込まなきゃならんだろう。鬼だ、こんなにも近くに鬼がいた。おい、いいですか風森さん、これは完全にアウトです。言い逃れなんかできませんからね。何もお前をいじめてるわけじゃないんだよ。どうして理解してくれないのかな。こんな僻地勤務上等、社長に報告。これはもう最強だろ。いや負けそう。でもとにかく社長に報告しますから、ついでに移動願いも出しておきますよ。逃げるのか。捜査、事件捜査から逃げるのか。それでもお前は警察官かよ。逃げるわけがないでしょうが。今の私に好感をつけるとしたらド派手な落雷音だ。そんな私の勢いに蹴押されて片森さんは口をつぐんだ。だがしかしこれ以上感情的になっても仕方がない。私は深呼吸を繰り返して気分を沈めるように努めた。なんで動かない。やばい、ワンチャン負ける。風森さん、いくらあなたが口先で理想をめいたことを言っていても本音が透けて仕方がありません。そんなことはねえよ、分かってくれって。イチャイチャしたいんでしょ、延長したいんでしょ、オプションをつけたいんでしょ。バカ、あれはただのノリと勢いだよ。仕方なく黒田課長に乗ったんだよ。それを見抜けないなんてお前は本当にバカだな。ふーん、発想、そうなんですか。兄先輩に向かって舐めた口聞いてんだよ。ならば門前払いを食らった時の音声記録と映像記録を揃えて公安委員会に持ち込みます。私欲を満たすために貢献力を満たすバカがいるって。むかぐぐぐぐぐ。あー、まあいいか、負けてねーし。こんばんは、抜けていらっしゃい。今日は早いんだ。うるさい、つべこべ言うんじゃねえ。言ってくれよ、頼むから。そんで俺たちに入会できるように手配してくれよ。それが本音ですか。まったく、エッチで危険な店なんでしょう。それは確定情報じゃない、ただの私たちの推測だ。だからこそ何とかして内情を探らなければならない。ですからどうして私が選ばれるんですか。じゃあ私と二人で行ってみるってのはどう。みすず、どうしたの、気でも触れたの。ケロッとした表情でみすずが余計な一言を言ってくれた。みすずさん、こういうのめっちゃ嫌いそうなのに。なんで。一発で首だよ、あんな見せたら。あの映像を見せたら。本当か、俺たちに協力してくれるっていうのか。内情確認でしょ、それくらいなら構いませんけど。みすずいいから、あなたは鑑識課でしょ。徳高が勝手にあなたを使ったって知ったら余計なトラブルになるわよ。大丈夫だって、ただし時間外で、それとさっきも一緒ならばって条件で。それでどうかしら。やだーやだー。はい、私も一緒って。やだよー、絶対。黒田課長俺も好き。というわけで、みすずの余計な一言のおかげで結局私も丸め込まれてしまった。もしこのまま私が堅くなりに拒否をしていれば、ターゲットがみすずに変わり、最悪単独で生かされるかもしれない。そう考えるともはや私の拒否も限界だった。それでは NKP 潜入作戦第2弾、その実施要領要項を説明する。イエーイ。風森さん嫌に嬉しそうですよね。だからお前は考えすぎなんだって。あはん、まあまあそれくらいにしないか。話を前に進めるよ、いいかね。はい、お嬢くん、立花くんの両名はん退入目的で潜入、店内に潜入し情報を集めてきてほしい。いいね。退入、あのどういう意味ですか。体験入店の略だよ。
そんなことも知らねえのかよ。一晩だけ働くことだよ。はあ、そんなシステムがあるのか、私は全く知らなかった。以上も向こうが貸してくれる。もちろん体験入店とはいえども時給は発生するんだ。今回は特別に、得た給料は自分のものにしていい。はあ、ありがとうございます。一晩だけということはたった数時間程度の話だ。もらえるお金も大したこともないだろう。ちなみにその時給はだいたい3000円くらいだな。え、そんなに？時給3000円、つまり4時間も店にいれば1万円以上。正直今月が苦しかったので非常に助かる。そうなの？いや、でも公務員は副業は禁止されている。いや、でもこれは捜査の一環なのだから。お金に弱い。ああ、迷いに迷ってしまう。とにかくなるようにしかなるまい。相当な葛藤に苛まれている中、美鈴は平然としていた。とにかく私たちはその店に潜り込んで被害者の田村幸太郎さんの情報を探ればいいんですね。それと店の女の子の写真、顔写真入りのリスト、あと店の料金システムも、それに私と風森くんの会員手続きの段取りも手配してほしい。美鈴、無視でいいからね。無視でいいからね。でも捜査の一環とするならばこれも対応が必要じゃないの？真面目か。これはただの下心なの。無視。とにかく私たちは早速準備に入りますから。大丈夫なの、美鈴さん？今日コンタクト入れてないの？見えてないよ、前が。ちょっと待った！黒田課長と風森さんが両手を出して私たちを制止する。一体何事かと私たちはキョトンとしていた。今日美鈴さん体調悪そう。じゃないとこんなことならんだろう、絶対。まだ何かあるんですか？ああ、もちろんだ。今回の潜入の成功率を上げるためにまだ詰めなきゃいけないことが残ってんだよ。え、それは何ですか？黒田課長と風森さんは顔を見合わせて無言でうなずき合った。二人のキャラを作ろう。キャラを作ろう。はい？一体何を言ってるんですか？キャラだよ、キャラ。個性をつけなきゃダメだろ。そうして少しでも周囲の目を集めて情報入手に役立てるんだよ。目立ってどうするんだ。目立っちゃダメじゃないか。そんな潜入捜査で誰よりも目立つ気か。でもキャラ立てとかそういうのなんてどうすればいいのか。大丈夫だよ。そのために私たちバックアップがいるんだから、大船に乗った気持ちでね。とりあえず二人はそうだな、女子大生の友人同士だな。学部は文学部。学部まで決める必要はあるんですか？ありだよ、終わりだ。客である男が卑屈にならない感じで、かつインテリジェンスを感じる学部だよ。それが女子大で文学部。いきなり医学部出身の女医の卵ですとか、留学経験ありで英語バリバリですとか、そういうのって気遅れするだろう。その点文学部所属はいい、すごくいい。将来は良妻賢母になりそうだ。お二人の趣味では、それは。その船穴開いてそう。ナンバーワン目指すかも。正直そういう感覚はよくわからない。そもそも NKP に勤めるような子が素直に家庭に入る姿なんて全くもって想像できない。まあ何でもいいですけど。あと二人はルームシェアをしている親友同士、生年月日なんだが早生まれでいいかな。早生まれってどうしてですか？1月から3月生まれってことだろ。同学年でも12分の9の確率で相手が年上になる。つまり君たちがプチ年下だ。これが男心をくすぐる。いいか、相手を見て大学には奨学金で通ってるといえ、年配相手にはかなりクリティカルヒット。苦学生でけなげに頑張ってる感があるんだよな。あの、彼氏の有無を聞かれたらどうすれば。真面目か。マジどうした、美鈴さん、真面目か。そんなん決まってるよ。大学に入ってからは出会いがなくって、これで大丈夫。完全に男知らずというわけじゃない。でも大学に入ってからは身持ちがいい。ちなみに高校は地方、大学がきっかけでやってきた感じで都会慣れしていない。たまらんね。いつも読んでいる雑誌はヤンヤンで、どうせ男が知っている若い子向けの女性誌はそれくらいしかわからんだろう。食べたいものを聞かれたらこう答えろ。焼肉。でも匂いがついちゃうかなっていうのも絶対に忘れるな。いいな。うっふー、男気あふれる食事に憧れる女の子。私はあっけに取られていた。性別で人のことは語りたくもないが、本当に男はどうしようもない。この二人が特別どうしようもないと思う。そしてこの設定を語っている時の二人は今まで見た限りで一番やる気に満ち溢れていた。
できればもう 1,2 時間かけてもっと設定を作り込んでロールプレイもしたいところだけど、こんなもんで大丈夫だろう。風森くんパーフェクトだよ。うっす。じゃあ2人とも何か質問は？この2人の趣味に合わせたくない。あのお二人はいつもこんな感じで女性を見ているんですか？仕事だ仕事。誤解するような聞き方するんじゃない。やだもうもうやだ。隠して私たちは黒田課長と風森さんのこだわりのブリーフィングを経て NKP に行く準備を整えた。そして再び NKP が入居している雑居ビルの前に立つ。もう少しで現着。これから潜入を試みます。喋り方をもっと緩くしろ。それだけで印象が変わる。チッ。ここまで来て彼らはまだこだわりの設定に固執している。はーい。やればできるじゃない。かわいいわね。本当に？めっちゃ低かったけど声。はーい。やめてよそういうのは。化粧は設定に合わせてやや若めにしている。明るいファンデーションにチークも濃いめに。このメイクにした時黒田課長が照れくさそうに下を向いたのがやや腹立たしかった。あからめるな方を。私たちは何気なく雑居ビルに入り、雑然とした内装に不似合いな色の扉の前に立った。目の高さのところに横長の長方形の蓋付きの覗き窓がある。扉の色が地味ならば独居房の監視窓と大差がない。呼び鈴はない。店名を示す看板もない。人気もない代わりに休憩の監視カメラの赤いランプが印象的だ。行くわよ。私は派手な色の扉をノックした。コンコン。反応がない。帰ろう。私はミスズと顔を見合わせた。もう一度ノックをしようかと迷っていたその時だ。おほほ、見られてる。天井に設置されているカメラが素足なく動き出す。中には確実に人はいる。誰かがやってきたかを確かめているようだ。カメラのレンズが舐めるように私たちを凝視している。執拗に私たちを観察している間も扉からは何の反応もない。いい加減音を音を上げようとしたその時、目の前の扉から反応があった。ピポパピシュコピー。開くの？開くのかい？めっちゃガチャガチャしてる。うわぁ。なんで砂堀さんがこんなとこに。醤油作りはどうした。扉をほんの少しだけ開き、中から不愛想な男が顔を覗かせた。ドアチェーンはまだかかったままだ。服には砂堀と書かれている。なん経営者なんですか。口数が少なくて視線が鋭い。明らかに私たちを警戒しているのが感じられた。あはは、体験入店ができるかなって思って来てみたんですけど。私はできるだけ声のトーンを上げて喋った。マジか、もっとか。彼は無言で私たちを見つめていた。雰囲気から察するに私たちが中に入れるかどうかは五分五分、いやそれ以下だ。うちはそういうのじゃないから。待ってください、私噂を聞いてきたんです。ここは男の秘められた欲望を満たし、ストレスから解放される秘密のパラダイスだって。だから私気になって、せっかく頑張って綺麗にしてきたのに、ちょっとこの格好も恥ずかしかったし、精一杯品を作って困った素振りをアピールした。だが内心こんな喋り方をしている自分が恥ずかしい。無理やり若作りしてるみたいだ。てんてんてん。どう頑張っても声がおじさんなんだよな。ダメダメダメ。閉じられたわね。閉められたわね。参ったら失敗か。そもそもいろいろ無理があった。どう見ても私が女子大生になんか見えない。おまけに家庭的な雰囲気などゆるふわ感の設定を突きつけられたって、うまく化けられるはずもないのだ。このまま過ごすこと黒田課長のうちの元に帰ったら、きっと責任を追及される。その時私は、そもそも私にこびこび女の子プレイは無理だって言い張るしかない。はあ、憂鬱。その時だ。え、また開くの。金谷が出てきそう。次は、え、私たちの落胆に反してチェーンドアをいじる音がした。金谷だろどうせ、オーナー。違う。私の意図に反し、目の前の扉がゆっくりと開いていく。扉から漏れる光が私たちを明るく照らし出した。そのあまりの眩しさに私は目を細めた。
え、どうぞ入ってください。これ砂堀さんは同一人物で会ってます？一回事情聴取したよね。事情聴取後の話だよねこれ。砂堀さんなんでこんなところにみたいな、ないのか。なんだここは、高級クラブ。私たちは店内へと案内された。内装かなり、豪著だ。豪著でいいんだっけこれ。ちょ、相当な費用がかかっているに違いない。これなんだっけ、おごり、豪おごりだ。よくドラマで見るような高級クラブを感じさせる。まるで銀座にでもいるような感覚だ。漢字読めない。私は心の中でほっと安堵のため息をついた。とくらかでやり合った時のような性的な店や猟奇的な店という印象ではないからだ。豪奢でいいんだっけか。豪奢か、豪奢、豪奢、豪奢、シャシャシャ、ありがとう。なんとか私のミサオは守られそう。よかった。それだけで随分私の心が軽くなった。店内には全く人気がなかった。音楽もかかっていない。まだ営業は始まっていないのだろうか。え、いないの。私たちを案内してくれた武骨な男はとあるボックス席で立ち止まった。そこに座って待っててください。はい。男はさっさと私たちの元から離れていった。これから面接でも行われるのだろうか。さっきの彼が何も言わなかったので再び不安に駆られる。みすず、あのさ、私たちってこれからどうするの。採用ってことでいいの。さあ、それは向こう次第なんじゃないの。ただ間違いないのは男性陣より簡単に中に入れたってことで。冷静だな。私は改めて店内を見渡した。普通のというと語弊があるかもしれないが、特に特徴のない店だ。どうしてこの店があんなに厳重な扉で客の出入りを管理してるのだろうか。それに遥さんもこのことが他人に知られるのをひどく恐れていた。そうだね、バレたら破滅するって言ってたね。昔と違って夜の飲食店勤務は随分と認知度が上がっている。遥さんのご両親は彼女を厳格に育てていられ、育てられているのか。頭にふっと湧いて消えることが全て疑問ばかりだ。ここの事象が機能的に噛み合ってない感覚が私の心の中をざわつかせた。遥さん来る？お待たせしました。あなたたちのトレーナーを務めます、にゃんにゃん。にゃんにゃん、そのフレーズは聞き覚えがある。確かそんな語尾を言っていたのは遥かって言います。どうぞよろしくお願いします。遥かさんが聴取室以上の浮かれっぷりで私たちの前に現れた。だが遥かさんは私が誰か分かった途端、まるで瞬間冷凍されたかのように凍りついて固まった。どうもー。私とみすずは揃って頭を下げた。その一瞬の後、遥かさんは再びニコッと微笑みながら私たちの向かいに座った。なんでここにいるんですか。これからよろしくお願いします。私たちは遥かさんの動揺を無視してにこやかに挨拶をする。無視、いやいや、まずいですって。帰ってください、今すぐ、今、ナウナウ。遥かさんは周囲に聞こえない軽度のささやき声で私たちに叫ぶ。彼女には申し訳ないが、私たちもそういうわけにもいかない、そういうわけにもいかないんです。精一杯の声色を使って私はしれっと返事をした。いいですか、ここは秘密厳守がモットーの場所なんです。世間様に迷惑がかからないようにひっそりとやっているだけ。お願いだから帰ってくださいってば。さっきのマネージャーには私からうまく言っておきますから。さっきの人がマネージャーなんですね。勉強になります。勉強になります。だんだん私はこの喋り方に慣れてきた。それにあなたたちの正体がバレたら危険です。悪いことは言いません、今なら間に合います。だから早く帰ってください。帰るわけにはいかないんです。邪魔すると逮捕しますよ。私に負けるのが怖いんでしょう。私に負けるから怖いんでしょう。怖いんでしょう。はい、言ってる意味が分からないんですけど。はるかさんはここでは確かに先輩です。私よりも若い。でもはるか、私がここで働いたらはるかさんのお客を取るかもしれないですものね。私はわざと彼女を煽ってみた。彼女の負けん気を利用して引っ込みがつかないように仕向けたのだ。マジか。あなたは何も知らない。マジです。はるかさんはおもむろに立ち上がった。そして文字通り上から目線で私を見つめている。なんですか。
はるかさんは無言で退席した。そしてそのまま奥に消えてしまった。あ、やべえ、怒らせた。さっきこれってまずい状況じゃない？こんなことになるなんて思わなかったんですよ。今来た、こんばんは。そんな、ねえ。ミスドを不安がらせないように私は笑顔を見せた。だが私だって内心は不安でいっぱいだ。なあ、二人ともいいか。しばらく経ってからマネージャーが私たちに声をかけてきた。その表情からは何も読み取れない。無表情だ。店のオーナーが会いたいと言っている。ついてきてくれ。オーナー誰だろう？金谷さんだろう、絶対。明らかにさっきの遥さんを煽ったことと関係がある。マネージャーは有無を言わさない雰囲気だ。仕方なく私たちは立ち上がった。え、これバッドエンドですか？もしかして。嘘でしょ？そしてきらびやかなフロアの奥にある扉からバックヤードに入ると、そこは真っ暗な廊下だった。やべえ、殺される。ちょっとふざけただけなのに。え、オーナーはこの奥の部屋にいるから。パタン。え、ちょっと！突然ドアが閉められて、真の暗闇が私たちを包み込んだ。奥の部屋にいると言われても、前に進むのもままならない。私たちは先ほど入った扉を手探りで探した。そしてドアノブをひねる。ガチョガチョガチョ。え、あれ？どうしたの？外から鍵が開かない。ドアノブをいくらひねっても扉が開く様子が全くない。トン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 。焦った私は扉を何度も叩いた。だが吸収素材を使ってるのか、まるで布団を叩いたような柔らかく小さな音しか立てない。ねえ、これって閉じ込められたんじゃないかしら。嘘でしょ？だったら携帯や無線が。懐から携帯を取り出したが圏外だった。外で待機している黒田課長たちにつながる無線機も電波が遮断されているのか、まるで反応はなかった。万事休す。あの時遥さんを怒らせなければと後悔したが、全ては後の祭りだった。え、ゲームオーバーなの？ゲームオーバーです。嘘、マジか。秘密クラブ編、負ける。私に負けるのが怖いんでしょ。嘘だろ。はるか、やっぱ村のナンバーワンを怒らせちゃいかんのだな。負ける。醤油はやだ。秘密クラブ編、ここか。やだけど、ごめんなさい。